チャンネル登録、お願いします。こんにちは、伊藤真理奈です。いろいろなニュースから、私の気になったことをピックアップして、その中で、ネット上で見つけた、いいなって思える意見を、まとめてみました。今回は、韓国、インドと同じと勘違い、その驚愕の発想、についてです。出かけるついでにママにお買い物を頼まれたんだけど、お買い物リストにパピコが入ってたので買いました。暖かいというより歩いていると暑くて、帰り道にパピコを食べちゃった、マリーナです。預かり物も自国のために、韓国政府、ワクチン不足で、国内生産、アストラゼネカワクチン輸出中断を検討。中央日報4月7日の記事タイトルです。記事の内容は、新型コロナワクチンの確保に苦労している韓国政府が、対案の一つとして、国内生産ワクチンの輸出中断までも、検討対象に含めた。対象のワクチンは、SK バイオサイエンスが委託生産中の、アストラゼネカのワクチンだ。専門家らは、輸出中断は国際貿易秩序を無視する極端な措置であり、最後に取り出すかどうかを悩むカードだが、すでに言及されているのは、あまりにも不手際、と指摘する。チョンユジン新型コロナ予防接種対応推進団ワクチン導入チーム長は、6日の記者会見で、アストラゼネカワクチン輸出制限関連の質問を受けると、早期にワクチンを適切に導入するために、可能な対案をすべて検討している、と答えた。続いて、対案を検討する過程で、家庭法で何かを特定して話すのは難しい、としながらも、可能な部分を最大限に検討している、と説明した。疾病管理庁はブリーフィングの直後、記者らにメッセージを送り、これを再確認した。先月末に、今は検討していない、と述べた疾病管理庁の態度が変わったのだ。疾病管理庁の関係者は中央日報との電話で、直ちに検討したり推進したりするということではない、とし、後に状況がどう急変するかもわからないので、緊迫した状況になれば、輸出制限も排除できないという意味として理解してほしい、と話した。これに先立ち、アストラゼネカワクチン輸出を中断したインドは、韓国とは状況が異なる。製薬業界の関係者は、インドは、AZ 社から技術移転を受け、輸出を中断することができる、とし、韓国は単純な委託生産であるため、勝手にすることはできない、と話した。ただ、ノババックスのワクチンは、SK バイオサイエンスが技術移転を受ける契約であるため輸出の中断が可能だ。しかしアストラゼネカワクチンの輸出を中断すれば、不利な措置が後に続く。まず AZ 社が SK に追加の物量を発注しない。コバックスファシリティ、ワクチンを共同調達する国際的な枠組みも、SK の工場にワクチン生産を任せない。コバックスから入ってくる予定のワクチン、973万人分も受けることができない。韓国がアストラゼネカワクチンを勝手に生産すれば、国際訴訟となる可能性が高い。チョンギソク元疾病管理本部長、官林体制新病院呼吸器内科教授は、その間、政府は国際社会の包容を強調してきたが、輸出を中断すれば国際社会で評判を失い、鈍症出題につながるだろう、と指摘した。チョンジェフンカチョン大学病院予防医学科教授は、我が国はワクチンを輸出するが、mRNA ワクチンなど全量輸入するものもある。輸出を制限すれば、輸入ワクチンで不利益を受けることが考えられる、と話した。さて、この記事は本当でしょうか、本気でしょうか、それとも見栄でしょうか。マリナは、見栄だと思ってます。世界のワクチン工場、と呼ばれるインドが、自国優先の供給のために、新型コロナウイルス感染症ワクチンの輸出を、一時的に中断したというニュースが出たのが、3月26日のことです。全世界の新型コロナワクチンの約 60% を製造しているインドのこのような措置は、中低所得国家が軒並みダメージを受けるだろうと、
ニューヨークタイムズは予想していました。インドと同じように、自分たちも世界に貢献し、世界の中でのキーパーソンであると主張したい。ただそれだけのためのニュースリリースのような気がします。ただ、アピールのためにしては、甚だバカっぽすぎます。国際社会で評判を失う、輸出を制限すれば、輸入ワクチンで不利益を受ける、と記事内でも言っているように、分かってはいるんです。でも、分かってない。どう解釈しても自分の立場でしか物を言っていないんです。評判を気にしたり、不利益を受けるといった非常に利己主義な発想が垣間見えます。国際社会に迷惑をかけるだろう。そういう言い方ができないのですね。横領とか言うんじゃないんですか？こういうのって、もっと違う言い方があるのかな？韓国は単純な委託生産であるため、勝手にすることはできない。それに、インドとは立場が違うと、自分の立場を分かったふりをしながら。ただ、ノババックスのワクチンは、SK バイオサイエンスが技術移転を受ける契約であるため、輸出の中断が可能だ。とマウントを取っているものもあるんだと誇らしげに吠えます。矛盾したこと、平気で言いますね。国民のご機嫌取りでしょうか。いいですか。韓国はね、どっちもできないんですよ。インドは今後、大きな市場だと世界中から注目されています。韓国はね、高齢化が加速し、少子化が日本を上回る勢いの、もともと人口数千万の南北に分かれ、急戦状態の不安定国家です。誰も期待してないし、見返りも望めないんです。身勝手な行動は慎むのが賢明です。それにですね、インドの影響で、中低所得国家が軒並みダメージを受けるという、中低所得国家に、韓国こそ、そこに入っているんじゃないか。そっちの立場で物を言った方がいいんじゃないかって思いませんか？そもそも、ワクチンが足りないって騒いでいる時点で、生産を請け負ってるだの、任されているだの、見栄を張っている場合じゃないのでは？ 3 月の末頃には、韓国政府、ワクチン不足でアメリカに LDS 注射器と交換提案なんていうバカみたいなニュースが韓国では飛んでいましたよね。韓国政府はワクチンは十分確保できたと、経口液は完璧だと、確保した、本当に確保したと言い切りました。大統領がモデルナの CEO と直接電話して一発で解決した。北朝鮮にも分けてやろうでした。LDS 注射器を日本に売ってやろうかどうしたものか悩んでいましたっけ。先に挙げたアメリカ、ノババックス社のワクチンは、少なくともこの3月末時点では、アメリカの使用の承認を受けていなかったのですよ。インチキばかりです。注射器にしても、なんでそんなに自信があるんでしょう。切るカードとして使えると思っているんですから、笑えます。全部が不良品扱いとなって廃棄した、検体保管搬送キットの件も記憶が新しいのに、注射器と交換とか、アメリカからしたら、馬鹿にされてると思うんじゃないでしょうか。ま、ここまでは常識的なお話でした。韓国には、国際社会で評判を失う。輸出を制限すれば輸入ワクチンで不利益を受けるなんてことは、気にせずに、本当にそんなに生産を委託されているなら、自信を持って、自国のために使うといいと思います。ぐいぐいと自国民ファースト、イエムン政権ファーストで、嫌われ者国家、爆心でお願いしたいですね。いや実際できないにしても、こういう発想をしている連中であることを、世界に発信していただきたいですね。いいじゃないですか。K なんとかですよ。K 注射器に、K 委託製造、K 輸出、K 横領、K 横流し、K 陰徳、K 不信、K インチキ、K 虚偽。世界秩序なんて顧みるな、韓国らしくない。頑張れ、見えっ張り。弱者にマウントを取れ、韓国、インドと同じと勘違い、その驚愕の発想。先日、自転車を蹴り飛ばした右足が、少し痛くなった。マリナでした。皆さん、いろいろなご意見がありますよね。ご視聴ありがとうございました。
伊藤真理奈でした。またお会いできるのを楽しみにしています。チャンネル登録お願いします。メンバーシップマリナ支援お願いします。